妻の作る弁当は冷たくてまずいです。母に相談したら食べずに捨てればいいと言われました。妻は妊娠中なので今は働いていません。そんなまずい料理しか作れないのは手を抜いているからだ。でもこのまま怠けられるといけないので弁当くらい作らせた方がいいというのが母の意見みたいです。私も妻に子供ができたら正社員の仕事を再開してもらうつもりでいます。母の言いたいこともわかります。高校生の時に作ってくれた母のお弁当は美味しかったです。母は正社員として働いていました。母と比べると妻は怠けていますし劣っていると思います。でも食べ物を捨てるというのには抵抗があります。何度も捨てているのですがこのままでいいのかなと思ってしまいます。妻にはもう少しマシなものを作るようには言っているのですが改善は見られません。どうすればいいでしょうか。コンビニ弁当でも食ってろ。42歳で幼稚園に入園することは可能でしょうか。大丈夫ですよ、俺は30で入園しました。何？もう赤ちゃん作れそうな体だねって敬語でなんて言いますか。文脈に敬意が含まれてないので敬語で言うだけ無駄だと思います。正月早々やってしまった失敗談を教えてください。今日で新年も3日目、失敗の1つや2つはもうしてるはず。そこで皆さんの正月早々やってしまった失敗談を教えてください。ベストアンサーは投票で決めさせていただきます。新年初でして行く瞬間にティッシュを取ろうと思ったのですが1枚もありません。の皮を思いっきり引っ張り皮の中にをためトイレにダッシュしたのですが段差でつまずき廊下にぶちまけた瞬間に母に見つかりました。慌ててカルピスをこぼしたと言い訳したのですがどう見てもです。本当にありがとうございました。23歳の彼氏が1000円の財布に開いた穴をホチキスで止めて使っています。2年前に駅前のワゴンセールで1000円の財布を買い1年ほど使っていたら穴が開いたのでホチキスで止めて使い続けているらしいです。彼氏の主張、見えないようにうまく止めてあるから大丈夫、元の値段は関係なしにすごく気に入っている、使いやすい、今大学の学費を払っているためお金がない。私の主張、成人した大人がホチキスで止めて使うなんて恥ずかしい、見えなきゃいいってもんじゃない、1000円の財布でいいから新しいのを買ってほしい、1000円ぐらいデートを1回我慢すれば出せるはず。私の主張を彼氏に言うとホチキスがダメなの、縫えばいいのと言ってきます。私と彼氏どちらが正しいですか。いますよそういう人、変えるきっかけがないんです。プレゼントしてあげてください。人は学歴と収入で価値は決まりますよね。現在有名な大学に通っています。なので周りから嫉妬されますが何の地位も取り柄も収入も学歴もキャリアも名誉もない下の人間から嫉妬されるのもいいものです。こういうこと言うと学歴だけじゃ意味ないみたいな根拠のない嫉妬じみた意見がもらえますが綺麗事だけじゃ生きられません。一昨日に大企業への就職決まりましたし勝ち組です。下の人間を使って仕事する時がもうすぐ来そうです。でもここらの意見も聞いておかなくちゃ。学歴と収入で価値は決まりますか。学歴や収入だけで価値があるとか決めないでください。今を精一杯生きる人に価値はあります。よく街でナンパされるんです。それは私の美貌と内面から湧き出る優しいオーラのせいでしょうか。私怖い。面白い人です。あなたナンパされるのもわかるかも。あなたに会ってみたいって。私こそ怖い。職場の飲み会についてくる彼女さんをどう思いますか。毎回飲み会に同伴してくる従業員の彼女さんがいます。理由は束縛なんだそうです。他の女子社員と仲良くならないか、飲み会でキャバクラに行かないかを心配してのことで誘われたわけでもなく自分から私も行っていいと言うらしいです。初めはみんな構わないよ連れておいでとウェルカムでしたが、その彼女がいると社内での話題も彼女に気を使いながらしないといけないし、親睦会なのに女子社員もおちおち話しかけることもできません。飲食代も会社持ちなので経理の人がこの彼女の分はどう経費で落とそうかと困ってたりもします。なのでたまには連れてこないでほしいというのが本音なのですが、その従業員は彼女の言いなりだし連れてこないと後が面倒なのでしょう。でも上司は今のところ何も言いません。私を含め他の従業員も普段当たり障りのないようにしてるので誰も言い出しません。それでお聞きしたいのですが、皆さんはこういったカップルをどう思いますか。同じ職場にいたら何か言いますか。パーカップルですね。常識がない、付き合いたくないタイプです。会社で浮いていませんか。デートに行ってあげたのにお金をもらえません。いくら食事代を出してくれると言っても準備するのにお金がかかります。交通費だってかかります。私に付き合ってもらえるのだから私にお金を渡すべきだと思います。そういう気遣いができない人とデートしたくないです。婚活で知り合って初めて会う女性には交通費とかありがとうねとか言ってお金を渡すのが普通ではないのですか。私はバカにされているのでしょうか。婚活は死ぬまで続きそうですね。電車の隣の人に寄りかかられた時どうする。または過去に何かしたことありますか。相手が起きるまで自分も座ったままで電車に乗っときます。そして恋が芽生えます。相手が同性だったらそんなの叩き起こしております。プリキュアになりたい40代男性です。職場の人間関係に疲れ中途退職してプリキュアになることを考えています。この年齢から資格なしでも可能でしょうか。プリキュアは給料も休みもないし40から始めたら体壊すのでやめといた方が無難です。スイカに輪ゴムを何本もつけるとある一定の本数で爆発するという動画を見たことがある方はいらっしゃいますでしょうか。あの動画を見てから人の頭で同じことをしたらどうなるのだろうという考えが浮かびました。どうなるかわかる方いらっしゃいますか。多分スイカみたいになると思うよ。さっき試してみたら回答者さんの通りでした。ありがとうございました。